シェロット・キャンベル・ブラウンは、アメリカ合衆国の政治家、連邦上院議員、オハイオ州下院議員、第47代オハイオ州州、務長官、連邦下院議員などを歴任した。1952年11月9日に、オハイオ州マンスフィールドにて、エミリー・ブラウン、旧姓は、キャンベルとチャールズ・ゲイリー・ブラウンの息子として誕生する。 シェロットという名前は母方の祖父から取られた。1974年にイエール大学を卒業し、1981年にはオハイオ州立大学を卒業した。学生時代に民主党の地方幹部にリクルートされ、1974年オハイオ州会議員選挙に初当選する。インドのインディラガンディー首相に選挙違反判決が下り、インド全国に非常事態令が出されていた。 機関バックパッカーとして、インドに滞在した。オハイオ州会員議員を務めながら、1979年から1981年まで、オハイオ州立大学で教員として、教鞭を取る。1983年から1991年まで、リックスレステ知事の下で、オハイオ州州、務長官を務めた後、1994年の連邦会員議員選挙に、 民主党から立候補して初当選を果たす。以降、2004年の選挙に至るまで7回連続で当選した。2006年11月7日、連邦上院議員選挙にオハイオ州から立候補し、共和党現職のマイク・デワインを破って当選する。2012年の選挙でも共和党新人のジョシュ・マンデルを破って再選に成功し、2016年大統領選挙では、 ヒラリー・クリントンから副大統領候補に指名される可能性を取り沙汰された。2018年の連邦上院議員選挙で共和党新人の連邦会議員、ジム・レネーシーを破って参戦を果たし、一時は2020年大統領選挙に向けた民主党予備選挙への立候補も有力視された。ありがとうございます。